ぱい配信してたらみんなも飽きてくるからいろんなことしないとねって、うん、そうそうそう、よいしょ、誕生、あ、そう、誕生日おめでとう、お、ありがとうありがとう21歳お前大人や、大人やよ、でも20の時点で大人やから、まあね、よいしょ、7人目、7人目、朝からめっちゃ7人目、結構な数やろ、すごいね。そう、なんか聞いてください、ちょっとかほちゃんの、かほちゃんの部屋の人も私の部屋の人も聞いて、なんかな、昨日な、あの、なんやねんそのままって昨日ね、なんかあの、もう行くって配信一緒にするって決めてたから、あの、そう、ケーキをもう買うっていうこと言ってて、なんか持っていくねって言って、あ、そうだ、誕生日がケーキにするって何がいいって言って、何選んだと思う、この開け箱、袋見せたらあかんから開けるね、あ、ローソンやでいいんやろ、あ、いいんだ、うん、ごめん開けてこのケーキ、誕生日にこのケーキいや分かるよ、これ美味しいよ、めっちゃ普段はめっちゃ好きやけどさ、美味しいけどさ、でもさ、誕生日にほんまにこれでいいのって3回ぐらい確認したよな昨日、そう、あのそう食べたかったんだよ、どうしても、そう、だからごめんね、開けちゃった、うん、うん、ありがとう、はい、渡すね、今日はチーズケーキをハルルンからいただいたので、まあ、あの、終わったらご飯行こう、終わったらショールの期間が、イベント期間が、あ、そうやな、そうそうそう、なんか、いや、あれやん、うずうずするやん、うん、そのご飯行ってる時とかさ、うん、ショールの期間やったら、うん、するする、なんか終わってから行こう、カフェはあそこがいい、回転寿司だからほんまに誕生日のチョイス嫌やねんけど、なんかさ、これ私がさ、なんかさ、めっちゃさ、ケチってる人みたいじゃない、回転寿司にさ、ぜ、美味しいよ、回転寿司は美味しいよ、普段行くのにはね、でもお誕生日のお祝いにさ、ほら、のりいっぱい来た、のり、あ、のりいっぱい来た、わー、あれや、ま、のり巻き、ね、のり巻き見えるよな、見える見える、そう、かのんちゃん見えへんって言われた、言われてみれば見える見えるよな、このここに置いてある分に、うん、確かに確かに、もうチョイス、昨日のケーキもさ、これさ、配信に出したら絶対私めっちゃ消したやつと思われるかなみたいな、なんかケーキでさ、ケーキあげるよみたいな、このサイズ感かよみたいな、そう、食べたかったんです、これが、でもよかった、いただきます、いただきます、今度はカホタルかって、そう、お誕生日やから今日二人ともなんかお祝いできてん、お誕生日、まさこうこちゃんもおはようございます、どこのショールーム行ってもハルルンおるやんって、そう、今日はどこのショールーム行っても私おるからそれはそう、それはそう、ほんまにごめんね、マジでそう、それはそう、マジどこ見てもこいつおんなって感じの状況だと思う今日は、でももうそういう今日は日やから許して、たまにそういう日があってもいいでしょ、歓迎ですよ、だってありがとう、嬉しいわ、どこでもハルルン、そうそう、どこでもハルルン出没率半端ないから、森さんは美人さんよねって書いてあるね、うん、うん、ありがとうさっきやってたねえよツッコミがツッコミがなすたれてるから、ちょっとさっき、じゃあね、さっきのドラフト生の子たちすごいよ、ショールームなんかね、まずさ、テロップとかもいつもすごいんよ、なんか、なんかマイキューとか、なんか私さ、めっちゃ気になって、でっかいの作りますみたいな書いてあって、なんやろうなと思ったの、めっちゃでかい卵焼き作ってたらしい、うーん、で、なん、何やったっけな、あとなんかめっちゃ、え、いろいろ考えてる、あとなんか最後なんか、うん、いつも1位の前にな、ドロロロみたいなドラムロールを秒数測ってやったはって、うんうん、ないっちゃん長いので30秒やねんて、で、終わりますプチって、うちらもやる今日終わりますプチ終わりますプチすごいなって、可愛いなと思って、いろいろ考えててすごいなって、すごくない、なんか、
興味ない顔してるって言われた、ごめんな興味なくて興味ない話しちゃったそう、これが昨日言ってたチーズケーキ。朝からずっとやってんの配信。うん、大変やな、ね、母ちゃんは。母ちゃんは他人を褒めるとあまり聞いてないよおいそうやでそうやで、母ちゃん他人褒めるとき聞いてないからおい聞いてるわ一応そうそう、他人褒めたとき聞いてないなし言われてんで、やばいやばい自分大好きそれはそう、めっちゃみんな分かってるな落とした、愛せるわやって、誰よかほちゃんじゃないほらそこ重要やから、やっぱかほちゃんって言わないと興味なくなるから、いき誰よでもそれは確かにそう、愛せるわって言われて違う人やったらここで言うなよってなる、そうそうそう、さっきまでテンション高かったん？え、なんか誕生日の話してた。実感ないんだよねって。なんで？え？なんかいつもはなんか遠足行く前みたいな、どういうこと？遠足行く前みたいな、ウキウキみたいな、うん、ウキウキもしないけどなんか全然普通の日みたいな、実感がないから、うん、みんなはどういう時に感じるって。何を？誕生日実感するって。聞いてる？うん、考えてた、あの今あの頭整理してた、どういう時に感じるって。誕生日結構実感ある。いやでも私毎年実感ないかも、そう考えたら。うん、でも一番実感ある方法があるじゃない、なんかもうそれこそさ生誕祭とかさ、こうやってショールームでさ、こうお祝いしてもらうのが一番実感悪くない？まだない。まだない。まだないってみんな足りへんって。みんな足りへんらしいわ。足りへんらしいわ。ちょっと頑張って、もうちょい。もうちょいちょっと頑張って。あの、足りへんらしいから、もうちょい頑張らないとあかんみたい。もうちょい頑張らないとあかんって、足りてないらしい。足りない。足りないって寂しがりなんだなってほら、欲しがりで足りてないんだって、ちょっと応援が足りてないって、みんなこの程度じゃまだ実感できやんわ頑張れ頑張れ、誕生日やからな、もっと祝ってあげないとってとりあえずせーのおめでとうって言っとくじゃあ行くね行くね、みんな準備するやろ、ちょっとだけ、じゃあ時間あけよ、打たなあかんから、せーのでね、ちょっと、 もうとりあえずね、あの誕生日実感してもらう第一個、おめでとうとみんなで言う。じゃあ私のルームの人もおめでとうって言いに行ってください、かほちゃんのルームに。ちょっと行く時間もあるから、ちょっと時間あけてなんかいっぱい、じゃあ行くよ、せーの、ちょっと時差があるからねおおおおおおお、来た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 、お結構来たかな、おこっちにも来てんねちょく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 こっちにも来てる、おめでとうって、お来た来た、お来た来た、おこれでゼロやったら涙が止まらない、そんなことあるそんなことある、ありがとう、時間湧いてきた、うん、0.1 ぐらい、うん、まだ 0.1 やって、 0.1 時間湧いたって、最大におめでとう、最大にありがとう、洗ってくる、うん、またあげる、よし、取る、お腹いっぱい、お腹すいたからうどん食べてきます、 0.1 かよあ、ありがとう、エメロとチバロってたかも、
ケにチーズケーキついた。かほちゃんは今あれ手洗いに行ってます。まだ足りんのかよって言ってんの。まだまだ足りへんわってサービスショットって言われてんで。え、ズボン履いてるから大丈夫。これ、これ何？チーズケーキが。みんなの夢を今一瞬にして壊したの。ズボン履いてるなんて。パンツじゃないって、ズボン履いてるって。ズボン履いてるか。でもズボン見えてたけど。それ生誕祭まであと 99.9 あれやから、まだ 0.1 しかいってないから 99.9 実感を沸かせないとあかんから。アルティメットおめでとうったらちょっとそれは違うな。アルティメットおめでとうは違うな。ちょっとな、違いますね。もっともっと足りへんな。それじゃアルティメットじゃ足りへんな、うん。のりもきの差し入れありがとうございます。あかりんからボイスメッセージ来たやって。かほ、うん、来てない。なんで怒ってんの。あかりんからは来てないですよ。なんで怒ってた。しかもさ、それさサプライズやったんじゃん。言ってよかったなあ、言ってよかった。それサプライズやったんじゃん。だってさ、もう来るって分かって思ってんで、私も呼んじゃったん悪いけどさ。私も今呼んでから思ったけどさ、今送ったらしいよ。やってどれ。あ、本当だ、切ってる2分前。あ、つけようよ。あ、いけるかな。ちょっと一回確認してからにする。大丈夫なんじゃない、ショールームで言ってるってこと。あ、そうやね。じゃあつけよう。じゃ聞いてみますか。どうする、ここでめっちゃ爆弾発言出てきたら。何、例えば、例えば何やろな、何やろな、何があるやろ。爆弾発言、なんでそんな難しいふりしたん。赤に爆弾発言あんま言わんよな。他の人言うみたいやん。しかもさ、誕生日のさ、なんかお祝いで爆弾発言出なかった。確かに、確かに。聞いてみよう。例えば来年には結婚できますようにとか。いつもバトルにハート奪われてるよ。ルンルンタ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 ルン大好き。チュチュ今日も香川頑張ろうね。ルーン。やばい。なんか自己アピール激しいな。自己アピール激しい。自己アピール激しいね。よし、俺言っとこ。リン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 、ありがとう。リンありがとう。今日頑張ろうね。リンリン頑張ろう。大好きだよいつも。ありがとう。バイバイ。リン聞いてみよう。リン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 、ありがとう。リンありがとう。今日頑張ろうね。リンリン頑張ろう。大好きだよいつも。ありがとう。バイバイ。リン。どうし。運動しすぎる。まあいいやん、いい感じ、いい感じやで。返事も癖が強い。アホっぽいって言われてんで。あかん、誕生日の人にアホなんか言ったらあかん。いつもでもこれやってるから、あかりんとは。あ、誕生日の時に。誕生日の時じゃなくて普通に。あれ普通に普段から、リンリンみたいな。花は好きですか。花好きですよ。リンを10回行った。リン10回行ったらしいで。ふーん。変身した変身したよ。いい関係だね。やって、ありがとう。足映ってる？映ってない。あ、足映ってるけど、なんかそのこの腰が上がってる。なんかそのセクシーな部分じゃなくて、ちょっとなんかちょっとなんか足の部分が。ごめん、ごめん、倒れる。大丈夫、大丈夫。倒れるかも。
私のは大丈夫。取った取った、ありがとう。そんなにどういう状態って感じの映り方してた。なんかセクシーな部分ではなく、あの足のあの靴履く方の部分が映ってんだ。骨っぽかったね、ちょっと。落とした。お茶飲めやん。ただの日常生活感。そう、そういうとかと、なんか多分自分の行動じゃない、多分あのあれ誕生日感ないの。まあでも仕方ないよな、家じゃないもんな。そうそうそう、ここに誕生日感出されへんもんな。そうそうそう。確かに足引きがもしかしたらおるかも。なるほどね。お茶飲もう。2リットル。2リットル口飲みします。私もでもな、それ言われんで、んコップに移しなよってめっちゃ言われたから、もうコップに移しなよにした。ワイルドだろう、ワイルドだろうっていいやんな、うん、この前こうやって飲んだから、お茶飲むわ、飲め飲めって言って、ペットボトル持つのも疲れたんやって、飲め飲めみたいなコメントな、飲んだぞ。なんかさ、さっきとのギャップがすごい本当に。何が？いや、さっきがさ、ドラフト生の子たちやったからさ、なんかもう本当なんか可愛らしい感じで、もうなんか何？コメントとかも可愛かったんやけどさ、こっち来たらさ、ノーメノーメとか言ってるからさ、落ち着くけどさ、こっちは落ち着くけど、なんかギャップがなんか今感じてる、すごい。さっきまでのギャップとこっちのギャップがすごいから、なんか今結構動揺してる、まだちょっとテンションに。面白いやん、ハルルンルームの人はそれ見てハルルン楽しんでるよきっと。うん、こっちのこっちはこっちで面白い、こっちの方が面白がってはいると思うよ。さっきのはなんか癒されるって感じじゃない、多分。まあ癒しタイムってやな、うん、癒しタイムって感じ。今はもうもうちょっとリアルにプフってくる感じの分かんない親父感って言われてラッパ飲みが始まるって、まあ、でも私もラッパ飲みはする。なんかラッパ飲みした方がさ、なんかさ、てかホテルの時もこれに限る。てかコップに移したら量飲めんくない？うーん、わかるわかる。なんかお水とかさ1日いっぱい飲んだ方がいいやん。コップに移したらさ、うん、もうなんかもうちょっとしか飲まれへんや、1回1回が、うん、1回1回コップに移すから1日の量めっちゃ少ななるから私、なんかそれが嫌で2リットルで飲んでる、うん、多分違う理由やと思うけど、かほちゃんはあんま納得してなさそうだったから。ゆりちゃんもなかなか面白かった。なんだっけな、なんかね、あの浅漬け食べてた。へえ。かもキムチ買ったよ。あ、キムチ買ったんや。だから誕生日っぽくないんちゃん、そういうのが。確かにな、キムチか。誕生日やったらさ、なんかレストラン行ってみたいな、そういうのがないからじゃない、うん、誕生日からないの。まあショールームが終わったら、でも回転寿司がいいんやろ。回転寿司がいい、むっちゃ食べる。むっちゃ食べる。むっちゃ食べる。もうこの時だけはダイエット気にせず食べる。そう、むっちゃ食べる。むっちゃ食べる。どうしよう、回転寿司ですいませんお会計5万円です。びっくりするで、マジかみたいな。むっちゃ食べる。じゃあマジかって。今日は600キロカロリーのパン食べた。600キロカロリー、結構、うん、結構よな。珍しいな。なんかこんな分厚いトースト、フレンチトースト。私朝からいろいろ食べたかも。何食べたっけ。暑くなってきたよ。家感がすごいんよ多分。なるほどね。うん、
アダルティーなメンズだね。いやそもそもあれこの時間アダルティーな人しかあれやからな、配信できやんからな。アダルティーアダルティーアダルティーチーン。お、あきちゃんありがとう。やばい、1万お守り、1万お守り。ちょ、お守りのこと なんていう、なんかね、初めな、うん、お守りな、みゆみゆと初め配信した時にな、うん、お守りのことをさ、何だっけな、もう名前忘れちゃった。あ、何やったっけ、え、みゆみゆはなんて言ってたっけ、お守りのことを、え、覚えてる人、あ、そう、まもるくんって言っててんやん、お守りのこと、うん、一応その後に、うん、まあその後にかのんちゃんとやって、うん、マモルになって、うん、ほんで、あ、葵ちゃんとやる時は、うん、マモ、何になったっけな、あ、そう、マリモになって、うん、もはや原型なんやけど、うん、その後がゆりちゃんとやる時がゆりちゃんのリスナーさんにアンケート取ったら、うん、マナブになって、うん、ま、だからマナブ、マナブさんはちょっとやばいってなって、うん、まあ、マナタンになってんや、うん、お守りが、うん、でその後お好み焼きになってんな。なんで？マイケがお好み焼きって言うねんて。へえ。だから今日ここではどうするか、なんか誰かいいアイディア出してください。へえ、お守りでいいよ。なんで？なんで？お守りでいいよ。もう書いてあるんだし、お守り以外の何物でもないから。お守りだから、これお好み焼きじゃないから。確かにお好み焼きではない。お守りでいいよ。もういなり寿司とか意味わからんからね。意味わからんって言われた。原点回帰、じゃあ原点回帰でお守りで。お守りですこれは。カホタル冷めてるから。タワーって言っておけ。いや、それはだいぶ面白い。タワーありがとうみたいな。タワーありがとう、ビヨンビヨンって。もうプレッシャープレッシャー、みんな、みんなプレッシャー、みんなプレッシャー。お、あのお守りっ子の旅、タワーありがとう、ビヨンビヨンって。タワー一番ありがとうとか言ったら、みんなが某サイトで森のとこタワー一枚もごめんね、ここではもう森のことタワーって呼んでるの。あーみたいな。面白すぎ、圧がすごい。もうだって一個でタワーありがとうビヨンビヨンって言ったら、もうな、めっちゃ飛ばせみたいな。じゃあのお弁、お、コンピラさん行ってくるの？おお、すごい。コンピラさんって香川？そう。コンピラさん。あ、そっか。うん、さっきの葵ちゃんのコラボぶりです。あ、ありがとうございます。嬉しい、来てくれた。使命感、それの？1万タワーって1億ですがやって、やばい、すごい。でもすごいな、ありがとう。でもあれやもんな、それさえ入ってたらさ、あの不可能ではないってことだもんね。だってお守りが、まあ、でもその額を入れるのが不可能やもんね、こっちにね、うん、携帯に、うん、主権です、よろしくお願いします。あ、ちょっと待って、みんな、あのあれしていい、なんだっけ、更新。うん、1時間経ったんか。1時間経った、こっちはね。今何分？37分か、33だったんです。37、じゃあ更新するね。あ、やめといた方がいい、アクアさん頑張ってくれてるし。どうしよう。あれ見たら、どこにいるか。何が？だからそのショールームのどこに表示されてるか、上の方にされてたらやめたらいいじゃん。で下の方になってたら別に更新したらよくない？どうせ下なんだから。だから今上だからもういいんじゃない、別に。そっか、そうやな。うん。これいいよね。これむっちゃいい。これむっちゃいい。ね。かわいい。この精度いいよね、めっちゃ。でもどんどんさ広がっていくね、そうなったら。確かに、落ちた瞬間の、うん、
ってこれ以上上行けないってことでしょ。あ、そうなんや。そうだよ。だからここは1,2,3,4,5位の人だから、ね、かほちゃんがどんだけ、かほちゃんのファンの人がめっちゃどんだけ星をバーって投げて、うん、どの人を超えてもここ行けないんだって。あ、そういうことか。そう、良くない？それどんどんさ広がってくない？今配信してる人終わらんから、カフが5位でここにいるってこと？っていうか5人までしか、そう、5人中4人が配信してるんでしょ今上位の。あー、そういうことね。そうそうそう。へー、1位、2位、3位、4位、5位順に表示されるんだって。へー、毎日アイドルは関係ない多分。毎日アイドル34464、すごいな。誰だ、野垣さん、すごい。でも確かに上位の5人中4人配信してるってすごくない？確かに、めっちゃずっとやってるってことだよね。誕生日ありがとう、さあきさん、りょうすけくん、ゆうすけさん、ハラルアドバイスダンス、上司が来たから画面伏せてた。面白い。上司に見られた時どんな上司も怒りづらいやろうな。な、何見てん、もしくしたら見てみるふりかもそうですかもしれないね。ショールームプロフの会話もおもろいって、の会話もでもさ、なんかさ、声だけは言わせてほしいんやけどさ、プロって言ってもさ、私たちがさ入る前までに配信してる日数よりも STU 入ってから配信してる子の日数の方が長いからな。うん、半分ぐらいよな、うちはその子らの4ヶ月とかリアルに、うん、だからプロって言ってもみんなの方がプロ、そうなったらね、うん、ショールームを勉強してるかしてないかの違いで、なんか実際やってる日数的には4ヶ月とかもね、うん、だからもうちょいやってたくない？カホ10月からんで10、11、12、13、あ、もうちょいか、うん、だから半年ぐらい大体。え、でもそのオーディションが、ショールームオーディションが何月って、1月、違う、それ一次審査か、うん、だからちょうど半年ぐらいかやって、だから入ってからやってる期間の方が長いんだよ。 2月とかやっぱ4ヶ月やよ。うん、5ヶ月、半年ぐらいか、うん、だってもうみんな1年やってるってことでしょ STU 入ってから。だから STU 入ってからやってる期間の方が長いんだよ、その入る前にやってた期間よりも、うん、そう。だからプロって言ってもね、みんなの方がだから知ってるよ。そうだぞ、タルルーンって。2人は船かさすがあった。マジ？もうみんなバチバチだよ。常にバチバチ、みんな表だけだよ、みんな仲いいの。嘘冗談だよ、これは非暴で乗るな。だってカオちゃんが今否定してくれなかった、もう非暴で、まあ、言いやがったって思ったもん。あれやだ、カオちゃんと話してこれから絶対もう言わんとこ、冗談言わんとこ、もういい。カオちゃんと話してるとな、冗談言われへんことに今気づいた。もうやめとく、怖いわ、ほんまに怖い、ほんまに怖い。ほんまに怖いんやけど、なんかさ今のさ、なんかさ否定してくれるまで待ってたのにさ、全然否定してないからさ、もうガチみたいになってるし、やめてほんまに。かほちゃんってそういう間かな、ちょっと怖いからな、変なこと言われへんね、ほんまに。かほちゃんの前では当たり障りないことしか言われへんね、そういう意味では。まあ当たり障りないこと以外言ってるし、結構言ってるけど、言っちゃうけど、でもあんま言われへん。だって今みたいに止めてくれへんもん。怖いやって、めっちゃ怖いで。面白い、腹黒たる。ん？腹黒たる、腹黒たる。お腹でも白いよな。お腹もね、うん、ショールームでは穏便に、裏で穏便じゃないみたいや。裏でも穏便ですけどね。裏でも穏便ですよ。目に見えない心の壁があって、目に見えてるよ。やるか分かる。なんかさ、デパルトとめ
バチバチやでみたいなさ言ってさ、あのほんまに思ってたけやねみたいな言った時はさ、ほんま冗談って感じの空気流れんねん、うん、今その感じで言ったらさ結構ガチ感流れたからさ、確かになんか確かにパルト時は確かに、うん、パルトとな確かに確かにバチバチやでってほんまに思っててしか喋らへんもんっていう、もうほんまにビジネスとか言ってもさ、もう裏では一切喋らん無理やもんとか言ってもさ全然ななんかさないのにさ、なんかみんなもうはいはいみたいな感じやのにさ、今さ言ったらさ大丈夫みたいなリアルガチトーンの感じのなんか空気が流れたからさ、おもろ、うんうん、パルン、テラジアコメでもってさコメント先読んじゃうんよ内容理解する前に、エッティフィールド、うん、それなんて言わんばかりのカートこんばんはセカンドの話とかしてみるめっちゃシビアなとこ言うやん、だからだから、でもだから皆さんセカンド入りたいのでショールーム選抜のまずはそこから応援してください、よろしくお願いしますね、はい。いっそ公約で共演のシーンにしてみたな。誰と？私とかほちゃんがってこと？ね？めっちゃ不仲説やん。やば。いいやん、流して流して炎上させようや、なんか。なんかもう仲入りかさんか。炎上させようよ。だって別によくない。ふなかってだってふなかで誰が損するんって感じ、うん、確かに損とか考えたら別に損はしやんか、うん、だって今日やっと聞けたってさ、今日聞けたタイミングがさ声聞けたらしいねんな、今日やっとな、誰の声、声をあの多分あのずっと仕事とかで無音で見てたけど、やっと声聞けたタイミングがこのタイミングってだいぶあれやんなえじゃあ炎上させようやとか言ってる時ってなんかな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 かシビアやで、得する得する人損する人見たことないなあんまりこれやってるくない？そうする人みたいな。そう、これなんや、クマみたいな作んねん。そうそう。あ、そう、マジスカシンシリーズすごいね。楽しみ。ユミリンめっちゃいい役らしいで。そうなん？誰が出るん？ユミコと？なんか小栗有以さんが主演らしいねんや。うん、でなんかあの主演らしくて、そのライバル役やってユミリン。え？すごくない？やば。主演のなんかライバルっていうか一番の敵なんか。何ライバルみたいな、なんかわかんないけどゆいちゃんのところで話してた誰かが、あ待って、アクアさんありがとう1万疲れたってありがとう、お疲れ様、おぎゆかや、おぎゆかやりんりん出るよって、うーん、いや更新はしないとこかなって、まだ更新するタイミングで休憩したら入れたりしたらいいんじゃない、普通に15分とか、そやな、その間に星集めしてもらってみたいな、お、あありがとう1万タカボン、ありがとうタカボン1万ありがとう、ナナさんから LINE が来ました、嘘、お、いいね、優しいね、一人一人忙しい中 LINE を、ナナさん、いやマジスカユミリンは主役の小栗有以ちゃんの最大のライバルって書いてた、やっぱそうなんだ、すごいね、どうや、ありがとう、星なぎも頑張ります、頑張って頑張ってな
ママさんにボイスメッセージで返そう。それはちょっとそれはちょっ と, とか言ってそれはいきなりなんかいきなり冒険するなって感じ。ボイスメッセージいいところだけど仕事に戻ります。頑張ってお仕事。スイマーが限界です。あ、私次1時間休憩しますね。11時から次12時から配信します。12時から配信しますので1時間休憩しますね。11時ぐらいに終わったらちょっと睡眠をとります。はるか姉さんいつもクーカがお世話になって。私クーカちゃん世話してる。お世話になってますよ逆に。はい、世話になってます。クーカちゃんはダンス教えてもらったり、むしろ本当に世話されてる。本当ダンス教えてもらったり、はい、お世話になってます。逆にもう全然お礼言われる立場ではございません。ありがたい本当。おはようございます。みんなうまいけどクーカちゃん振り覚えは一番クーカちゃんが早い。振り覚えってかもう全部入ってそう普通にね。もうもともと入って。えでもねこの間聞いたんやんこれ、うん、なんか例えばさこの間っていうか前にね、うん、あのダンス覚えた時にねこの曲は知ってたみたいな、うん、曲すら聞いたことなかったって言われた時あって、めっちゃ早かったよ。それでも覚えるのだからもう慣れた反応やと思う覚えることに。でも確かに ST の新しいあの曲で誰やったっけ、みーちゃんのポジとか、うんうん、みーちゃんが休んだ時にその日に覚えてみたいな。みえみえもねできるもんね。それその日に覚えて代理で出るみたいな。2人ほんと覚えんの早い。にーはお。それすごいねって。そうその日にね覚えたりできるから。みゆみゆとかはなんかもう楽しんでやってるしね。それうんうんうん、時間ないし。でも覚えるのすっごい早い。空海 AKB の楽曲100曲は振り入ってるって言ってます。入ってるよ絶対あれは。うん、めっちゃ踊れるもんだって。入ってなくても多分もうすぐ覚えれる。みんなの3分の1ぐらいの時間で覚えれる。1回やったら覚えてるもんね大体。あ1回めっちゃ遅れてきた日があって空海ちゃん振りに全然普通に初めからおったんちゃうかみたいな感じだったもん。あれって言いそうになったの、うん、あれってむしろ聞きそうになったよな、うん、あれこれってどうすんのみたいな。いやちゃうわちゃうわみたいな、どちらから来たんやみたいな。むしろ聞いてた。それぐらい覚え早いんですクーカちゃんは、うん、尊敬するわ。また興味ない。ごめんなごめんなごめんな。またカホちゃん以外の人褒めて。いやカホちゃんは上手くなったと思う。でもカホちゃん別に覚えるの遅くはないと思う。ほんまとか言って興味あるみたいな。お前の反応が全然ちゃう。え覚えるの遅くないと思う。なんかステップが違うところが訂正されるまでが長いだけで、そうそう覚えるの自体は遅くないと思う。つくいつくやん。あそう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 みたいな。年寄りの会話かやって。ちゃうねん多分な。別にな世間的に若いんやうちらさ多分あの年齢の問題じゃなくて多分会話とかなんか話し方とかこの何スタイル具合があれやと思う。おばさんって言われる原因やと思うわそれな。だってコウコちゃんとか別にそんな言われへんしな。思わんもんな。言われへんし思わんもん。でも言われるし、だってもう会話がなやさぐれてるからやんな。しゃあないもんな。褒めてないよな絶対。どれ母ちゃんはこれの自己紹介の MC の時に汗びしょびしょの顔が好きでさ。褒めてないやん。よく言われる。褒めてないで。ちゃうねん最近多分やばいのは睡眠不足やと思ってる私は。うんやばいもん、うん、ほんまにすっぴーみたいな。
かほちゃん前までそんなやばくなかった。もう化粧が取れるほどではなかった気がする、うん、え顔に汗かいてるイメージない。なんか普通に汗かいてるけど、うんうん、なんかもう髪の毛ちょっと濡れるよぐらい、うん、もう今違うもん。本当にひとりさんの状態、ひとりさんの入ってます。こんなにやばいよな。まあ、代謝が良くなったか、代謝が良くなったか、あれでも寝不足やと思うな。でもうん、唇とかすぐ乾くもん。あそれ寝不足、私も目乾くもん。本当コンタクト入れてたらすぐなんか痛くなる。それ寝不足、寝不足や。そうそうそう、だから多分寝不足やわ。今の言い方みんなが悪いみたいな言い方したり多分寝不足。違う、自分のために寝不足してんの。自分がしゃべるので上位行きたいから頑張って、みんなはそれについてきてくれる優しい人たちやね。でもみんなが悪いみたいな言い方してないよ。と寝不足はショールームのせいやみたいな。違うよ、いや違うよ。それは自分のために、いやそりゃそうやで、ショールームのせいやけど、それは根本自分のためにやってるねん。自分が入りたいから。もうやめて悪者に仕立てあげようとするの。うん、やめて。マリヒャクありがとう。なんて書いてるん？んー、わからん。多分わかったな。まあわかったらあれですね。今頃韓国行ってるな。うん、行ってる行ってる。また炎上するな。いいよ、炎上させてくれて。その代わり炎上させてもいいんやけど、その炎上のさせたまとめとかに使う写真をめっちゃ可愛い写真にしてほしい。なあ、ほら人気出るかもしれへん。だから別に炎上してもいいから、そのまとめる人にお願いなんやけど、その炎上させるときに使う写真だけは可愛い写真にしてほしい。それ結構重要やから。私いつもそれブスの写真使われるからめっちゃ嫌やねん。だから嫌やねん。全然まとめられるのもいいし、炎上させられるのもいいけど、めっちゃ可愛い写真使って、これだけはお願いします。誰にお願いしたの？まとめる人だから、ちょっとまとめようと思ってる人。なんかちょっと書き込もうかなみたいな。まとめサイトの人、全部可愛いやつ使って。本当にそれは大事。画像に悪意あるときある。そう、写真選びに悪意あるときある。そんなみたいな。カホの総選挙のポスターやばいよ。え、微妙？うん、やばいやばいやばい、なんかやばい。でもプロフィール写真いいやん。プロフィールはうん漏れてる。見せてくれるわけじゃない。待ってた、今の無言の時間ちょっと辛かった。そうなんや。いや、炎上用の写真撮っとけばやって。ああ、今、あ、いいよ。じゃあ炎上じゃ。ちょっと待って、いやいやいや、一緒に写るの。なんでやってたの？なんでよ。やってみやって。だってどうせ炎上する。じゃあブスの使われてもいい。カホちゃんだけブスの使ったじゃん。いやいや、待って待って。やばくね？炎上写真用に買ってくださいみたいな二人でこんなんしとんの。やばすぎ。絶対嫌ですよ。いいやん別に。いいやん。写真し、もうほんまに。でもその代わりそれ以外使ったらめっちゃ怒んで、私ほんまにありえへんって思うもん。もう名誉毀損やと思う、それは。でも可愛い写真使ってくれたら私は全然喜んで炎上する。可愛いハルルンも好きやし、可愛くないハルルンも好きって、可愛くないハルルンって言ってる時点で嬉しくない。炎上用にポスター撮ったなって。そう、ポスト炎上だからさ、ショールームの可愛く写った写りとか使って。うん、カホちゃんが嫌がるけど。なんで二人で炎上するやつ。いや、もし炎上した時用の、炎上した時に、うん、あの使われるような写真を撮ろうって。テロップに炎上って書いといてやって。嫌だよ、炎上用みたいな。炎上用写真撮ります。今から炎上した時用写真撮ります。炎上した際はこの写真使ってくださいみたいな。うん、ラウト君ありがとう、ご先行ありがとう。
すごいねみんな大変だ。ありがとうございます。家で言いたくないんかな。ね、それかパソコンでやったはんのかな。パソコンはみんなで指運動しよう。指運動しようって押せって。みんな押せって。みんなお守り押せって。ほらお守り押せ。一二ほら。なんでいんね。ほら煽ってるで。炎上せんでいい？これ。炎上させんでいい？カホタルお守りを煽る。おいちにおいちにおいちに。ほらほらいっぱい。やばい怖い怖い怖いカホちゃん怖い。じゃいやこの前もやっとってほんとにおいちにおいちにおいちに。ほらほらほらなんか指疲れたって言うから、うん、あじゃあ指を鍛えたら疲れないよっていう話。だからこれでもっと鍛えましょう。はい押して押して押してみたいなの。やばい違う違う怖い本当にこのお姉さんくやるわ本当にだってなんか一緒に炎上しようって巻き込まないでください。なんで？でも今のはカホちゃんの発言やから知らんで知らんでめっちゃブスな写真使われても今撮っとかんねん。いいよ別に。うんそう。じゃあみんなカホちゃんが炎上する際はブスな写真使ってくださいね。これは自分の終わり切ってますね。そう認めたから。じゃあ昨日の朝の写真使ってくださいね。あれやばかったよな。多分思ったけど。昨日の朝は面白かった。まあ指ペンだ。私もしといた方がいい。みんな投げてくれてるから。一二。そうするとここに筋肉がつくのでもうルカツ10日頃にはもうあれたもんね10日後も押せってやばいやばい。煽り方が雑で煽ってはない。ちょっと待って煽ってはない。あほんまに。じゃあもうこの煽りでもういいやん。別に炎上したらいいね。名前売れるかもしれへんで。でも可愛い写真撮っとかないと。その時2人でユニット炎上路線誕生日おめでとう。何もできないのですが感動した。ありがとうございます。何もできてないないよね。してくれるだけでありがたいです。ワンコメありがとう。コメントも嬉しいよ。ありがとう。一回コメントしてくれたから49カウントで大丈夫。やらしいなあこの人は。本当に巻き込まないでほしいわ。いやカホちゃんを炎上させる作業に入ってるから助けてください。カホちゃんがやった行動すべてに上げ足と本当にもう上げ足取られそうなんですけど。え、この間言ってたやん炎上したいって言ってるっしょ。やばいやばいこの人ほんまやばい。この人ほんまやばいや。あ面白面白すぎ。炎上系アイドル誕生日にいいアドバイスプレゼントだなやってどういたしまして。私はこんなプレゼントしかできないのでカホちゃんに。やばすぎる。あ面白い。そろそろランキングも私終わりますね。1時間休憩します。バイバイ。あじゃあ13位からラルさん、上村さん、マモヌン、サノッチ、村上、ともき、じゃあともともきは私のいとこや。ファントム、ガタ、ありがとう。第5位ムムスケ、ありがとう。第4位カツ丼ヌン、ありがとう。第3位やめろって、ありがとう。第2位しょうちゃん、ありがとう。第1位はタカボン、ありがとう。1万個ありがとう。ありがとうございました。星集めに行かずずっと見て
星集めに風と天気いた。カラオケ配信ね。え、誰が？みちゅ。またやったはんねんや。まあ、うまいからね。うん、絶対みちゅのカラオケ配信楽しいやろうな。かほちゃん、お誕生日おめでとうやって。誰が？たかぼん。ありがとう。はい、じゃあ終わりますね。また12時に。バイバーイ。バイバーイ。ポチッとな。